この震災の直後にアメリカの皆さんはじめ世界の方々がやっぱり我々に力を貸してくださっているということを感じることができたというのは本当に励みになりましたし私たちがこの動きを立ち上げていく大きな原動力になりました今回日本に思いを寄せていただいてご協力いただいた皆様に心よりお礼を申し上げたいと思います その右腕が入り込んでいるその、えー、プロジェクトが、えー、今、まあ、あの実績を重ねる中で地域の、まああのの復興のハブの機能を持ちつつあると思っています、えー、それは地域の中から、えー、地域の人たちが主体的に自分たちの地域の未来を考えていくそれを作り出し上げていく行動に移していくために、えー、まあ さまざまなその議論の場を作ったりですとか外の資源をつないでくるようなコーディネーターの役になったりですとかっていう役割をあの実は、まあ、右腕たち自身があの果たしつつあるという動きを見てまして、まあ、この、えー、地域の,その復興のハブになるような、えー、機能を確立するために、まあ、彼らっていうのは非常に なすいかともう一つはそのまあ復興を成し遂げていくためのモデルになるような、えー、まあコミュニティ開発の、えー、地域のコミュニティーを、まあ、もう一度作り直していく、まあ、またそのさまざまなあの社会的なサービスを行っていくような、えー 新しいその復,興復興していく上でのコミュニティ作づくりのモデルみたいなものを創出していくですとかあるいは産業の新しい産業を作っていくためのチャレンジをしていくそのモデルとなるような産業復興のモデル。だからその10復興を果たしていくために他の地域からも参考にしてもらえるヒントになるような 影響力のある事例を作り出すということ。まあこの二つそのハブを作っていくということとその復興の先駆けとなるようなモデルを作っていくということをこの右腕を送り込むプロジェクトが成功していくことと通して実現できたらということを思っています。アメリカから今回の 震災からの復興ということで何を学ぶかといったときにやっぱり、えー、起業家精神といいますか新しくチャレンジしていくそのマインドみたいな、えー、ものをですねもっと学ぶべきじゃないかと私は思っています。えー、の遠くの未来を描いていくためには新しいチャレンジが必要だというような、えー、ことを申し上げましたけれどもそのためにその起業家 が術的活動場だったり気象化のチャレンジを支えるような機能みたいなことを、うん、我々それをこう生態系エコシステムと呼んだりするんですけれどもそういう環境を東北に作っていく必要があると思ってまして、えー、それは実はまあ、えー、アメリカ社会の中で今まで例えばシリコンバレーに代用されるように、えーえー、長い時間で築き上げられてきた面があると思うんですけれどもそのあたりもっと 私は参考にしたいとも思いますし実際にまあ共同の取り組みで、えー、東北から新しいビジネスモデルを生み出していくというような、えー、まあそういう機会をまあ作るような架け橋としてジャパン・ c サイティと共同させていただくというようなことができたらなということも考えています。被災をししたからこそ、えー、世界に発信できるような、まあ、新しい えー、ビジネスモデルみたいなものの可能性もあるんじゃないかと思っています。